父の辺町立高山宇市記念美術館で開催中のアーチトゥーユー障害者芸術世界展。社会生活で何らかのハンディキャップがある人たちが制作した絵画や工芸など入選した132点が展示されています。その中の一つで使っている素材がユニークなこちらの作品は、コツコツ作り続けてきました夢のマイホーム。っていうまず驚きがありますね。でこれ見るとこれなんか本当に細かくできていて、何でできているのかなってよく見ると爪楊枝なんですよね。なんと材料はすべて爪楊枝。大量の爪楊枝を木工用ボンドでくっつけて理想のマイホームを表現しています。自分のこう暮らす家みたいな空間を作っているとその発想とですねイメージとその作る時間の楽しみみたいなのを本当にここで感じてしまう作品ですね。独特の発想と世界観で審査員の心を引きつけ、今年の障害者芸術世界展で入選を果たしました。制作したのは平川市の活動支援施設オランドに通う岩渕義久さんです。何気なく作ってみていいじゃんって言われたから、それからどんどん作っていって、まさか自分のやつが入選されるっていうのを思ってなくて、自分の頭にだけ先天性の知的障害を抱える岩渕さんは小さい頃からものづくりが好きで、オランドに通い始めてから爪楊枝を使った作品を作り続け、初めての入選を果たしました。また岩渕さんが今力を入れて制作しているのがこの銀色の玉。なんと材料はアルミホイルだけ。たくさんのアルミホイルを重ねて丸め、叩いて磨くことで綺麗な鉄球のような姿になるそうです。オランドでは多くの通所者が岩渕さんのような芸術表現活動に取り組んでいます。アート活動、表現活動をしているっていう事業所さんが少ないと聞いていたので、やりたいなって思っている方が、あ、こういう作品作り表現活動をしているところがあるんだっていうのを知っていただけると嬉しいです。そんなオランドでは通所者の表現したものを多くの人に見てもらおうと、これまでに数回作品展を開いています。先月弘前市で開かれた作品展には岩渕さんのメタリックボールが展示されていました。すごいと思います、アルミホイルで作られたっていうのが信じられないです。重かったしすごいです。どのぐらいの時間かけてやったのかなって思います。岩渕さんには作品を見てくれる人へのある思いが。障害ある、障害ないっていうのも関係なく、自分一人一人のここの力のあり方っていうのをみんなに知ってほしいなって思うと。岩渕さんの作品も展示しているアーチトゥーユー障害者芸術世界展は入場無料で、今月17日まで開かれています。